にひひ、このジムは女の子ばっかしちゃ。ちょっと変態が覗いてますけど大丈夫？はい、ということで今回もやっていきたいと思います。ということで、シェルフカンパニーをクリアしました。万歳、ロケット団がいなくなった。ビビらないで外歩けるんだ。子供か。あれ、シェルフカンパニーの人じゃないの？あ、ってこれね、前回最後におったいかつい人、俺見たぜ。シェルフのビルからロケットのボスが逃げていくの。シェルフのビルからロケットのボス、なんかいろいろ略してるけれど。お、ポリゴン。え、ロケット団追い払ってくれたの？ありがとう。シェルフで作ったポケモン育ってみるかい？え、なに？ポリゴンもらった。やった、ありがとう。この人さ、会議室におった人じゃない？会議室にさ、ポリゴンおったよね。別の人かな。やったね。ポリゴンデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。ポリゴンバーチャルポケモン。唯一宇宙まで飛んでいけるポケモンと期待されているが、未だに成功例はない。ないんか。なんで期待されとんやろ。シェルフカンパニーが作ったポケモンやけんってことかな。ポリゴンはカクカクしてて可愛いぞ。ポリゴンなんかよくわからんけど、確かに可愛いっちゃ可愛いよね。あれ、コーチトレーナーもしや。君どこから？へえ、マサラタウンか。のどかでいいよね。別にコーチトレーナーではない。大きくなったら憧れのシェルフカンパニーに働きたいな。いいと思うよ。ね。なんか開発にかけては、すごくいい会社なんじゃないかな。わかった。これが欲しいのか。何も言ってないけど、アイナワザマシン40サイコキネシスを手に入れた。アイナワザマシン40をワザマシンケースにしまった。ありがとう。何これ、それだけ？わかってるな。ワザマシン40はサイコキネシス。うまくいけば相手の特防を下げられるかもしれない。わかっとるわけないやん。これが欲しいんだなって押し付けられてさ、それだけでわかるわけなくない？何？エスパーなの？いや、まあエスパータイプの街だけれども。え、てか思ったんやけどさ、あれかな、玉虫シティのジムって本当に、エリカ一切やってないんやけど、そんなことないよね。山吹は電力の消費量も桁違いだね。しっかりメンテしないとね。まあ、確かにこう高層ビルとか色々並んどるけん。その関係で。鋼タイプのジムはないけど、好きです、鋼タイプ。フェアリーにも強いよ。フェアリーには鋼ね。ちょ、待って、違う、ピカチュウじゃないの。周りに建物見渡している。でかいからね、建物。ちょっととりあえず、涼しげなご様子？よかった。じゃあちょっと空渡りで、玉虫、ちょっと一旦ね。かわいい。めっちゃかわいい。お、なに？なんか EV が呼んでらっしゃる。おや、EV から何かプレゼントがあるみたい。プレゼント？何？かわいいんだけど、花で巻いてる。それ EV がやったの、超器用じゃない？星の砂、手触りがサラサラの赤くて綺麗な砂、ショップで安く売れる。安いんか。いや、しかし、値段じゃない。気持ちだから。ありがとう、EV。私、この街でさ、あれなんよ。ジム自体見てないんよね。マジでどこなん？ジムはどこにあるの？あ、どうも、空渡り、めっちゃ使ってます。めっちゃ使ってます。え、マジでさ、ないんやけど。え、でもさ、なんかエリカがどうのこうのって言ったのってさ、上の方じゃなかった？なんか上の方の建物で、あ、ここ何やったっけ？ここ違う？あ、ここ違う、食堂やん。めっちゃ普通に食堂やん。違うよ、全然。え、どこなんだ？あ、ここは？こっちこっち。はい、秘術けさぎり。さあ、こっちに行くと、あれかな？出るんか？あ、これやん！これあるやん！あー、よかった。ないんかと思った。にひひ、このジムは女の子ばっかしちゃ。最悪。ちょっと変態が覗いてますけど大丈夫？どうも。びっくりした。怒っとんかと思った一瞬。うちのプリンの性格は意地っぱり。攻撃が育ちやすくて特攻が上がりにくいの。往復便たちは負けないわ。あ、なんかいろいろ、あれか、ポケモンによって個体値が違って、技の威力とかも変わってくるんかな。
トマモシシティポケモンジムリーダーエリカ、自然を愛するお嬢様。待って、エリカってことは、この手持ちのポケモン、これバックやわ。手持ちのポケモンを、戦闘リザードか。じゃあいけるかな。ピカチュ、あ、そっか、星マークがついてるやつは、連れて歩きよりやつってことかな。今更ながら。うわぁ、めっちゃ自然だらけや。いいなぁ。こういうジムがいい、行くんなら。ふーん、ジムリーダーのエリカさんに挑戦するの？言っとくけど、タムシジムは、可愛いポケモンを持ったトレーナーじゃないと、入れてあげないんだから。あんた持ってるの？私が見てあげる。え、全然もうほら、EV とか見てよ、可愛いから。え、EV？ 可愛いでしょ？可愛い、可愛い、めちゃめちゃ可愛いよ。ね、ちょっと撫でていい？いいよね。いいよ、別に。撫で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 後ろ向いた。うん、気持ちいい。お腹に顔うずめちゃおう。あー、たまらない匂い。なぜそっち向いたの？仕方ないわね。可愛いポケモン持ってるし、タムシジムにチャレンジを認めてあげるわ。あ、要は、ここを、連れ歩いてるポケモン以外のポケモンを渡した時に、後ろ向いて触りよるっていうことやったんかな。それが頭の上に乗っとるイーブイを差し出したけん、ちょっとおかしな感じになったんやね。可愛い、見てこれ飾り付けとんやけど。ちゃんとそういう特色もあるんやね。ああ、もうシゲルはここに来ている。そりゃそうよね。山吹シティに来とったもんね。もう目の前にエリカおるやん。あ、どうも。あ、あんたはさっきの、私のポケモンの可愛さも見てもらうわ。え、全然いいですけど、見ますけど。え、でも目の前通っても何も別に捕まらんかったね。ミニスカートのアコが勝負を仕掛けてきた。よし、来い。謎の草、確かに謎の草可愛い。可愛いけどごめんね、今からちょっと、めった打ちにするんだ。うちのリザードがちょっとね、やっつけさせていただくから。よし。キノコ。あー、一発ではいけんかったか。くそ。こっちの方がレベルも結構上やのにな。まあ、結構って言っても3つぐらいか。あ、その上体力まで吸い取られていく。やめてください。でもこの一発でいけるでしょ。よし。オッケー。ここだけでリザードの、レベルがめっちゃ上がっていきそうじゃない？よし、乱暴なんだから。しょうがないやん。勝負ってそういうものよ。時には非常にならないと。べー、エリカさんにやられちゃえばいいのよ。べーって、かわいいか。あ、これもしかして切っていくやつ？毛先切りでいくのこれ。へー、毛先切りで切れる木一種類じゃないんよね。面白い。だってさ、今までのあ、ここ帰り道やね。昔のポケモンとかやったら、見た目は全然石やったやん。こう、見た目での変化もあるんや。すごいな。こっち側には、あ、いるいる。どうも。ちょっと遅い、走って。あれ？あんたさっきここ覗いてなかった？覗いてないわ。しかも女だわ。女の子の着替えとかそういうの興味ないから。ピクニックガールの浅井が勝負を仕掛けてきた。よし、来い。お、臭い花。これはどうなの？さっきのね、アコちゃんやっけ？あの子が連れとった謎の草も可愛いって言ったけど、あれは進化させるんかな？でもこの子はこの子で臭い花を可愛いと思って持っとんやろ？私、臭い花はちょっと可愛いとはあんま思わんのやけどな。あ、でもよく見よったらあれか？愛嬌があるのか？わからない。あ、待って、麻痺した。くそー。いや、しかし、繰り出していく。おでこにクリーンヒットやね。はい。いいね。負けたとこは見たくないの。まあね、自分が可愛がってるポケモンが負けたところはそりゃ見たくないだろうけれど。エリクサーを見てたのか。私じゃなかったのね。そういうこと？そういうことじゃないよ。まず見てなかったから。あ、どうも。ねえ、見て。これ私のポケモン。草タイプは揃えてるのが楽なところがいいわ。そうなんや、楽なん？全然知らんけど。初耳ですけど。はい、オッケー。とりあえず、どのポケモンも今まで、2回ではやっつけれとる感じやね。お、リザードレベル32。やったね。もうちょっと、どん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 強い炎タイプの技を覚えてこう。ははは、技を覚えない。大人のお姉さん、レイコとの勝負に勝った。いやーん。いや、そりゃしょうがないよ。
これポケモンの数に応じとんかな、なんか金額。うちのジムは使うポケモン全部草タイプだって。ポケモンジムの他に行き場の教室やってるから。あ、やりよったね、そういえば。あ、こっち側行ったら帰り道かな。もしかしてなんか至る所から帰り道に繋がっとるみたいな感じかな。さすがにジムの中にアイテムとか落ちてないよね。わからんけど。あ、ほら、やっぱり。あー、帰ってきた。ちょっと待って。飛び降りた。待って、こっちにもおったね、今。どうも。あら、いらっしゃい。退屈してたのよ。ごめんね、一回ちょっとスルーしちゃったみたいで。大人のお姉さんの前が勝負を仕掛けてきた。お、この人は一匹やね。お、たまたま。かわいい。かわいい。でもあれをね、なんか顔の系統がさ、なんかビリリ玉とかその辺と同じような感じじゃない？あー、体が痺れてる、大丈夫か。うお、そういう感じのなのね、玉投げって。私結構こう、卵的なものを投げてきようかと思いよった。違うんや。でも微妙な体力の減り。いけ、ひなこ。お、いいぞ、いいぞ。ちょ、待って、そんな強力な技使わないでください。え、これどうだ？いけるか、次。ちょ、待って、回復しとこうか。あ、あれや、いい傷薬がない。ってことは、ちょ、すごい傷薬で。はい、お願いします。これでとりあえず全開するやん、リザードの体力が。あとは混乱して自分を攻撃せずに相手の方に行ってくれれば。あー、もう再起光線やめてよ。でもよかった、今のね、相手の方が先に攻撃ってなっとったらやられとった。お願い、頑張れ。よし、ひのこ、オッケー、仕留めたぜ。一匹だけ卵の殻が割れとんやね。大丈夫か。やんなっちゃう。いや、しょうがないやん。そんな攻められましても正々堂々戦ったよ。草に弱いのは水タイプだけじゃないわ。地面タイプと岩タイプも私たちの餌食よ。地面タイプって、結構な感じ。草ってなんか、いいね。結構こう得意なタイプが多いような感じがする。氷タイプとかはどうなんやろ、違うんかな。はい、切ります。そろそろたどり着けるかな。まだかな。かわいいな、エリカ。めっちゃかわいいな。てか何人いるの、トレーナー。めっちゃ多くない？あなたご趣味は？はい、ポケモンを少々。何の話ですか。何の話ですか。大人のお姉さんの瞳が勝負を仕掛けてきた。なんかさ、昔のポケモンってさ、こう、何？ジムリーダーにたどり着くまでのトレーナーの数って3人ぐらいじゃなかったっけ？めっちゃ多くない？そんなに？そんなにいます？いや、たどり着く前にレベルが上がってくれるのは全然いいんやけどね。全然いいんだけど、でもその分体力も奪われていくからさ、あと、技の PP もなくなっていくし。よし、ヒノコだ。ほら、ヒノコももう14しかないよ。25分の14。めっちゃ使った。あ、それ効きそう。ですよね。ですよね。でもこの一体だけやけん、ちょっと頑張ろう。ヒノコ！マジか！ 3回いります？しかも体力を奪っていく。さっきメガドレインじゃなかったら多分ね、生きとったんじゃないかな。ね、吸い取られとったもんね、体力。よし、行け。お願い！動いて体！あー、ダメー！ダメや、やられる！ちょ、次！頑張って！お、よっしゃー！よっしゃー、よかったー！なんとか、ギリギリやね。大人のお姉さんの瞳との勝負に勝った。結構なお手前で。そんなこと言いそうな感じはちょっと嫌みげな感じかな。私、来週お見合いなの。ポケモン誘われても、はしたない戦いしないようにしなきゃ。あ、なるほど。その練習？でもこっちから来たよね。あれ？あ、ここの木を切っていくんかな、もしかして。
多分外側は帰るための道やと思うんやけど、内側か。ジムの中で迷子になるという。え、で、どっち？こっち？こっち側か？こっちか。よし、行きます。多分あっち行ったら出口になるんじゃないかなーっていう予想。ああ、たどり着けたー。来たよ。はーい、良いお天気ね。気持ちいい。スースー、寝ないで。可愛いけど寝ないで。あら、いけない。寝てしまったわ。負けたくないな、こんな子に。ようこそ、私、タムムシジムのエリカと申します。お花を生けるのが趣味で、ポケモンは草タイプばかり。あらやだ、試合の申し込みですの？そんな、私負けませんわよ。試合の申し込みじゃなかったら、なんでこんなとこまで来たと思ってんの？ね、途中にいるトレーナーみんな倒してきたんだけど。さあ、来いよ。モンジャラー！さ、レベルはどんな感じだ？うわ、33。早速レベル33。なんかこれやられそうな気がする。やられそうな気がするから、EV に行ってもらおうかな。はい、EV で。で、水タイプの技じゃ負けるから、まあその辺はちょっとね、いい感じに。いい感じにやっていきましょう。来いよ来いよ。一応一番レベルの高いゴローンはさ、結構あの相性がよろしくないからね。おお、スピードスターいい感じやぞ。これレベル差があるけんあれやけど、多分さっきのリザードのキノコの方がここまで体力奪えてなかったと思う、レベル的にね。はい、2発。効果は抜群だと同じぐらいの効果やけん大丈夫。お、ラフレシア、いいね。エリカといえばラフレシアのイメージかな。ラフレシアかわいい。え、でも私ね、正直さ、あの何、飛び盛りでのラフレシアを知るまでラフレシアが臭い植物ってこと知らんかったんやけど、マジでさ、だってめっちゃ可愛いもん。めっちゃ可愛くて綺麗やもん。思わんやん。そんな臭い植物だなんて。これ次。あ、ギリギリ入れ替えてこう。やられる前に入れ替えてこう。ちょっとピンチで泣きそう。ごめんね、入れ替えるからね。じゃ、ピカチュウの出番ということで。いっけ、ピカチュウ。電気、あ、ごめんね。電気タイプそんなに効かんと思うけど。あ、やばくない？ちょっと。ちょっとやばくない？しかもこの入れ替えとかで使った時間で、相手の体力もちょっと回復していきよるけんね。くそ。10万ボルト！これでどれぐらい？あ、全然効かない。やばい。あ、でも麻痺した。それはちょっといい感じだね。あー、ギリギリ。ちょ、待って、ミュー出してく、ミュー出してく。ピカチュウ、ピンチで泣きそう。ちょ、待って、こっち見ないで。チラッとアピールしないで、ミュー出すから。とりあえず、ピカチュウは麻痺させたっていう功績が。よし、大丈夫、行こう行こう。リザードがもうちょっとレベル上がっとったらよかったんやけどね。よし、ミューは大丈夫な初やけん。あー、満タンになる。体力が満タンに戻る。ちょ、待ってね。よし、行こう、サイコウェーブ。うわ、めっちゃ微妙。これスピードスターで行った方がいいかな。だいぶ強いな。スピードスターの方が良さそうな気するよね。よし。なんかあんまりこう、系統がはっきりしとるよりも、ノーマルが一番効く。ノーマルが一番何でも効くよね。広い範囲で。ちょ、回復ばっかりずるくないっすか？
やめてよ、それ今回復してなかったら多分この一発で生き取ったやろ。てか麻痺してんだからさ、技出すなよ出してくんなよ。キャーこれどうなん。あ、でも次いけそうじゃない。ちょ待って、次これでいけるはずきっと。ダメやった、絶対いけると思ったのに、ごめんねミュウ私が粘ってしまったせいで、ちょ申し訳ないけれどミュウだけ犠牲になってしまった。私不思議花でいこう。ちょ同じ草タイプですけど、しかも草タイプの技しか覚えてないよね。それはそれで相手がね岩タイプとか地面タイプとかやったらすごい強みではあるんやけど、鶴のムチめっちゃ微妙な、何ムーンフォースって。ちょ待って、別の葉っぱか花びらの舞、とりあえずこの中で一番強い技でいけば、はいはい、なんとか。あと1体おるんよね向こう。ふう、厳しい。どうだどうだ、うつどん。いや、このまんま行きます。一応同じ系統同士ではあるけれど、よし来い。レベル差は結構あるけんね、まあ、そこで行くしかないでしょう。あ、もう全然いけると思うこれ。あー混乱した、マジで疲れた、早くない？まだ出てきたばっかりよ耐えて、もうちょっと頑張って。多分あと2発ぐらいでいけると思うけんさ。あー自分に攻撃やめてよ、やめてよ、ちょ疲れ取れて疲れ取れてください。お、いけ、花びらの舞、混乱解けた、よっしゃ。お、あと一発、あと一発、これいけるね。あーミュウだけがミュウだけが、はい花びらの舞、オッケー。はあ、なんとかやっつけれたね。これ山吹シティ夏目いける。お、リザードレベル33。お、炎の渦覚えよう覚えよう、それはもう覚えるべきよ、忘れさせる。はい、これは引っかこう、忘れていこう。12の保管、リザードは引っかくの使い方をきれいに忘れた。そしてリザードは新しく炎の渦を覚えた。いいね、ちょさっき覚えといてほしかったけど参りましたわ、本当にお強いお方。お、5440円、ありがとうこのレインボーバッジ差し上げなくてはなりませんね。イエーイ。アイナはエリカからレインボーバッジをもらった。レインボーバッジで親の違うポケモンでもレベル50まではおとなしく言うこと聞きます。あ、これで、え、どうなん、ゴロンレベル50過ぎとったっけ、過ぎてない。それからよろしかったらこれもお使いになって。メガドレインですかそれは、やっぱりだってめっちゃ使いよったもん、メガドレイン推しやなって思った。与えたダメージの半分がポケモンの栄養になる素晴らしい技です、ありがとう。あら、まあ図鑑を作ってますのね、本当に偉いわ。私でしたら綺麗なポケモンしか欲しくなりませんもの。まあ、綺麗なポケモンを、何、イーブイが呼んでる。何何、イーブイは緊張でヘトヘト、でもまだ頑張れるって顔。マジで頑張れる、ありがとうね、みんな頑張ってくれてありがとう。ミュウだけ申し訳ないことをしたけれどおじさんおじさん見てんじゃないよそんなとこで。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。え、これ夏目とかさらに無理な気がするんやけど、いける？絶対無理やろ。